ディレクター。カリフォルニア州パロアルト生まれ。映画及びコンサート、マイケル・ジャクソン・ディス・イズ・イットを手掛けた。祖父母は、スペイン人である。1981年公開の映画、ザ・ナドゥで振付を担当して、有名になる。また、1987年のテレビ映画、ダーティ・ダンシングの振付も担当している。その後、マドンナのマテリアル・ガールなどのミュージックビデオや、 第30回スーパーボール、第72回アカデミー賞、アトランタオリンピック、ソルトレークシティオリンピックなどの世界的なイベントの振り付けも担当した。1993年には、ベッドミドラー主演のファンタジー映画、フォーカスポーカスを監督した。1995年には、邦楽アーティストドリームズ・カム・トゥルーが行った、ドリームズ・カム・トゥルー・アンダーランドを1995に演出家。 振付家として参加。2006年ミュージカル映画のハイスクールミュージカルを監督し、この時の第58回プライムタイムエミュー賞で演出賞を受賞。その後、2009年のハイスクールミュージカルザ・ムービーも引き続き監督した。2015年にはハイスクールミュージカルと同じくディズニーチャンネルオリジナルムービーであるディセンダントの監督権。 エグゼクティブプロデューサーを務めた。ディセンダントは続編も決定している。マイケル・ジャクソンとは1992年のデンジャラス・ワールドツアー、1996年のヒストリー・ワールドツアーでディレクターとして一緒に仕事を行う。デンジャラス・ワールドツアーでのライブを収録したライブ・イン・ブカレストのクレジットには彼の名前が登場している。2009年4月から ジャクソンのコンサート、ディスイズイットのプロデューサーとなり、リハーサルを始める。しかし、6月25日ジャクソンが亡くなり全コンサートが中止となった。その後、この時のリハーサル映像によるドキュメンタリー映画、マイケル・ジャクソン・ディスイズイットの監督となる。2009年10月、映画、フットルースのリメイク版、フットルース夢に向かってを監督予定だったが降板した。 ありがとうございます。